皆さんこんにちは、関春樹です。いよいよ2022年が参りました。イエーイ、パラリラパラリラ2021年一瞬で過ぎ去っちゃったじゃないですか。あれ、いつの間にか2022みたいな、あれでおかしいなみたいな状態なんですけども、今年も関春樹ちゃん頑張りたいと思います。今回はですね、2022年流行るものをるきちゃん的に予想したいと思います。イエーイ。じゃまず流行語、言葉とか予想って全然わかんないよね。でも2021年はなんやかんやはにゃとか流行りましたよね。で、私もやっぱり LINE でちょっと面白おかしくはにゃみたいな、あとは会話の中で女子同士ですよ、さすがに女子同士で、おかしいなはにゃみたいな言い方でちょっとおかしく使ってたり、あと私実ははにゃっていうグループ LINE もあるんですよはにゃっていうグループ LINE 私がつけたんですけど、ちなみにあとはなんかピエンとか流行りましたよね。懐かしいです。もうあともずっと流行ってるのはそれなとか、あとあれですよね、東京リベンジャーズとか流行って、あと呪術廻戦とかも流行りましたよね。去年は本当に漫画とかアニメとかがすごかった年でもあって思います。あとはなんかスタンプ、 LINE のスタンプとかでも、私結構あの LINE にもともとついてる LINE フレンズのスタンプを使うことがあるんですけど、でも結構最近は動くスタンプを使ってる友達とかも多いし、2022年は動くスタンプとか来ちゃうんじゃないですかね次は音楽ですね。音楽は去年とかは K-POP、 やっぱりその今のまま K-POP とか、まあ TWICE さんはもちろんですけど、 ITZY とか、あとはなんか Ado さん、私結構 Ado さん好きなんですけど、 Ado さんの曲がブワッと流行りましたよね。あとなんか私が結構思うというのは、未来地図って TikTok とかでも結構流行ってたイメージで、2021年音楽も豊富でした。さて2022年は何が流行るのかな。でも私が個人的に来るなと思ってるのは、最近ちょっと新人 K-POP グループが熱いじゃないですか。ビリーだったりケプラーだったり、2021年バズってたアイブだったり、2022年来るんじゃないかなって思っております。私ね、ずっと最近モーニング娘。とか、モーニング娘さんとか、あと松浦亜矢さんとか、あややとかね、ちょっとハロプロ聞いちゃってて、またちょっとハロプロの悩みが来てくれないかなと、2022年ハロプロ来いと願っておりますやっぱりニコラファッションですよね。2022年、何が流行るかな。でもなんか最近来てるのはやっぱりカラーファッション、やっぱりニコラの撮影って結構前々に撮影するじゃないですか。2月号とかも、もう1ヶ月前2ヶ月前に撮ったりだとか、そういうのしてるので、結構スタイリストさんとかもカラーファッションを取り入れてるコーデが多くて、どちらかというとモノトーンが逆に少ないみたいな。だから2022年はカラーファッション、個人的にやっぱり流行るなって思うカラーは、やっぱ2021年も流行ってたグリーンとか、あとはなんかちょっと派手な濃いピンクとか赤とか、ちょっと派手カラーが2022年来ますということで、いや楽しみですね。やっぱファッションってウキウキしますし、カラーファッションってハッピーじゃないですか。だからトレンド来てほしいです。次メイクなんですけど、いやメイクね、毎年っていうか頻繁に変わってますよね、流行りが。次2022年関谷ちゃん的に流行るなって思うものは、そう、2021年にも話題になったアイブロウ、こちらがカラーアイブロウになると私は予想しております。でもね、2022年じゃなくても2021年の時に実際にそのニコラのヘアメイクさんがピンクのアイブロウにしたりだとか、カラーアイブロウってじわじわ流行り始めてるんじゃないかなっていうのは関谷ちゃん的に思ってて、で実際にアイブロウパレットの中でもピンクとかオレンジとか入ってるやつも発売されていたり、これから発売される予定なので、本当に可愛いメイクができちゃうんじゃないかなと楽しみにしております。あとはすだれまつげっていうのを最近あのヘアメイクさんに教えていただいて、やっぱりメイクっていうとまつげボンボンってイメージがあると思うんですけど、まつげを上げずにこう下げたままマスカラを塗って、下がったままのメイク、
をすだれまつげって言うんですけど、それが今年流行るんじゃないかなと。もともと大人雑誌とか見ているとすだれまつげを使っているメイクとか紹介されていたりするので、中学生の中でも流行るんじゃないかなとルクちゃん予想しています。続いて2022年流行る雑貨。いや2021年も結構韓国の雑貨とか流行ってたりしてましたよね。いや私次来るのは魚眼レンズとか、結構なんか TikTok とかあと SNS とかでもよく見かけるので、2022年魚眼レンズ来ます。あとは個人的な話になってしまうんですけど、実を言うと私の愛用しているヘッドホンちゃんがもうボロボロなんです。これ見せますね。見せます。はい、ドーン。これ見てください。もう本当にボロボロなんです。でスタイリストさんに言われましたもん。え、それ柄かと思ったって。違いますからね。もともと全部ピンクだったんですからね。でもね、私使い方がね悪いとかじゃないの。もうねこれ 3,4 年使ってるの。それだけ愛用してるよってことでだから今年はちょっとヘッドホン新しく買い替えたいなって。でも実際に2021年でヘッドホン流行りましたよね。だから2022年もそのまま流行ってくれたらなと思いで欲しいですヘッドホン。では続いて、私お腹が空いてきました食べ物の流行り。いや2021年はトゥンカロンとか、あとマリトッツォ、琥珀糖とか流行りましたよね。トゥンカロンに関しては結構なんか撮影の差し入れとかにいただくことが多くて、もう毎回毎回美味しくいただいちゃってます。今年何流行るかな。やっぱり甘いもの流行ってほしいな。あとは手作りケーキとか、友達の家で集まってみんなでそのケーキの材料お菓子とかいろいろ買ってケーキにぶっ込むっていうやつとか2021年流行ってたので、2022年も手作りケーキっていうのは流行るんじゃないかなって思っております。あとはやっぱり映えって大事だから、カラフル、さっき言ったカラーファッションが流行るようにカラフルなスイーツとかも流行っちゃうんじゃないかなって思ってます。甘いもの食べたいです、イエイ。はい、というわけで今年2022年の流行るものを予想しつつ、2021年も振り返りつつ予想してみましたはい、今発売中の2022年2月号、私が表紙をさせていただいております。少しで実際ね、流行るものが予想されていますので、ぜひチェックしてください。というわけで、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん2022年も楽しみましょう。バイバーイ。